俺がこの業界盛り上げます。はい、どうも、ショキです。どうも、チャンバラです。今日はね、はい、セジャのメスをね、掘りたいと思います。掘りたいと思います。はい、はい、浮かせたのがね、いるんで。あ、マジですか。いいですね。あなたの好きなメスでございます。やったー。メス、この企画もですね、はい、チャンバラがメス掘ってくると、うるさいがために始まった企画です。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、はい、掘っていこうかな。そうですね、早速やっていきましょうか。はい、今回のラインが、はい、105の子とか、106の子ばっかっすかね。だけど、俺が今から掘っていって計測していくけん、はい、チャンバラ君は、はい、こっちの空きケースに、はい、この尾が入れて、これを貼っていってください。はい。よし。はい、じゃあ、掘っていきます。はい、お願いします。バツですね。おー、でかくないっすか。55ぐらいじゃない。でかっ。54、5。でかっ。54.3。 4.3。 でそこに綺麗に貼ってね。はい。あのラベルが落ちたらマジで大変なことになるんで。あ、はい。で、これ入れてもらって、はい、ティッシュ1枚ティッシュ1枚で、上から。あ、小川の時は振らなくていいんですか。小川も振ってもらっていいよ。あ、振ってもらっていい。確実に綺麗にビタッと取って。はい。あれ、待って、掘り出し初めてじゃねえ、ちゃんぶら。初めてですね、多分。そんなにメスの羽化が見たい。見たいですね。オスよりなんか、大きいメスを見てみたいですね。大きいメス、まあ、54、ちっちゃくはないですよね。うん。セジャはどんぐらいがでかいんですか、メスは。でかいのってなると、やっぱ58、9だよね。あ、58、9。58、9、結構当たり前に出てくるよ。あ、マジですか。うん。そして、これが106。106。おお、まあ、茶色いかな。ちょっと赤いね。ですね。これも54。54。お、54。ちょうどでいいですか。うん。まだこんな一部やけんな。ですよね。まだ控えてますからね。うん。チャンバラがね、多くは乗せをするけんね。はい。俺も乗せとかしたらなんかちょっと面白くねえよな。ああ、別のね、産地のやつですね。うん。うん、何しようかな。クルメとか川西とか、あー、そっちらへんになるよね、やるってなるとね。なるほどね。なんかそっちの方が面白くない。で、比較したりしてもいいですもんね、うん、どんな風になるかっていうか、なんか形状のね、違いとか、うんうんうん、やっぱ形状違いとかあるんですよ。俺もそんな大川を煮詰めてやったことないけん、はい、はい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 、あんまり言えん言えんけど、はい、多少やっぱ違ったりするんじゃねえの。ですよね。うん、まあ、一回やってみたい。やっぱりやらな分からんこともいっぱいあるけどな。そうですね。ピッサも勉強ですね。そうね。まあね、もちろん常に勉強なんです。常に勉強。105の子。105の子。でかいの見てみたいなやつ。でっかいの？はい。何ミリぐらい？いや、そのさっき言った58とか。お、結構でかくないですか？まあまあ。55かな、これは。55。うわ、丸っ。丸いっすね。えらいでかいね、これ。丸。ごっついぞ。ゆるいっすね。55って。お、56あるね。これ丸いぞ。まん丸セジャメス。これ丸いっすよ。これは丸い。これいいメスよね。やっぱ興奮してないよ。でかいメスを見ると興奮する。56センチ。56ミリ。56センチ。56ミリ。ブラックバスやろ。どうや。まだかなって感じですね。でっかいメス、でっかいメス、でっかい。そんなに俺メスのサイズを狙ったわけじゃないけど。メスの何を狙うんですか、お父さん。でかいに越したことないって場合もあるし、はい、やっぱどのラインのメスを使うかっていうのもものすごく重要。メスはラインが大事っていうことですね。ラインもそうやし、相性もあるし、メスが一番深い。軽く見られがちやけど。そうそう。お前が好きなメスはね、はい、奥が深い。奥が深い。まあまあまあ、54やね、また54。これは106の子かな。おお、53.53。おお、はい。さすがにね、あれ全部掘るってなると相当な時間かかるけど。え、どれですか。いや、まだいっぱいおるけど、メスは。あ、そうですよね。ごく一部。これは106と、はい、不全でね、108っていうのが出たってけど、はい、それのライン106と 108B ラインもしかするとってことですか。いや、だけんってメスがでかくなるっていうわけでもね。ああ、そうか。やっぱ狙ってるのはオスよ。あっ、そんなでかく。ああ、ほんとですね。53か。53ぐらいですね。
なんか俺もちょっとサイズ分かるようになってきたから50cm で、そのね、すぐにこの汚れを取るっていうのが大事なの。そうですね、放置したらもう取りにくくなりますから。マジ取れんくなるけどね、うん、カリッカリになりますからねもうティッシュとか使っても取れないですもんね。実際これが一番エコなやり方かもしれないですね。そうですね、ちょっとめんどくさいですけどね、その場でせない感じ。一回する、確実に。こんな時期じゃなかったらね、もっといろいろしたいっすけどね。そうですね、なかなかね。早く夏になってほしいな。そうです ね最初行きたいですね、早く、うん、今年もね、企画外なこといっぱいしちゃおうと思っている。マジですか。おー面白いと思いますよ、今年の夏は。はいなんかみんながワクワクしそうなね、はい、動画いっぱい撮りたいなと思ってます。お願いします。ブリードってマジで本当、はい、遺伝子血を進化させていかない関係、はい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 、そこがね難しいの。そうですよね、それに体が耐えきれるかどうかですもんね。そうそう、うん、そういったラインを作るっていうのも面白いところではあるよ、ね、うん、深いよ、やればやるほど深くなっていくブリード。俺昨日言ったやん。はい、何ですか。大桑で95ミリ俺が出すって。いきなりそこ大桑95ミリ、え、ギネスってどんぐらいですか。今 92.5 とかなかった。マジっすか、うん、日本産のですか。うん、もちろんもちろん、のせのせ、あ、のせさん、うん、しかも92、お前がやるのせはライバルだらけだ。うわー、美味しそうねだって大桑のブリード人口1万やん、はい、いや、そうですよ、それは、うん、92ミリ、いやいや、ありますよ、うん、僕はあの90って言ったら相当や。そうですよね、見てみたいもんですよね。どのぐらいで売れるんですかね、金額。いや、分からん、想像もつかんな。いや、1000万はもうないじゃない今。あ、1000万はないよ。もうそうですよね、うん、もう養殖が盛んになってますからね、僕はもう、うん、まあ、うん十万なら間違いない。お、100万いきそうですけどね。まあ、下手超えたらいくかもね。ですよね、うん、出したいな、90アップは出したいな。見せる俺に。はい、いや、マジでシンプルに見たい、はい、シンプルに、うん、俺を驚かしてみろ。しゃあ、今度は俺が正気した驚かせ番ですね。数々の味で驚いてきたどうやってやる。どうやってやるんですか。もう出ましたけどこんなんつってどうですかって。いや、お前がどうやったらバリムカつきそう、マジでたまにはいいじゃないですか。でも54かな、54。真夏なんかこうやってみる、何時間動画みたいな。何時間動画、うん、3時間とか4時間の動画を出してみる。あ、まあ、企画にもよりますけど、うんうん、ひたすら作業しようところみたいな相当なマニアックな人しか全部見ないです、それは。で、俺がしたいと思ってるのはやっぱ、うん、夜間収集もしたいなと思ってます、ね、夜間収集って採集？あ、採集採集、すいません何収集って何のこと言うとかやろと思ったすいません、収集でした。あ、採集でした。いや、夜の採集をするってよ。あ、そうですよね、うん、あ、そうですよね、もちろん。あ、いや、でけえ平田をやっぱ狙いたいけどですね。いや、どうなんですか、やっぱ成城石井慣れ陶芸、国産のでかいの見てもやっぱり、いやいやいや、新鮮。新鮮ですか、うん、なんかね、俺の地元でなんかクヌギの木がバーっていっぱいあったとこあったんですよね。てか、それこそ友達とかに危険と、もう友達、俺カイさんぐらいしかいないと思う。ほんと陰キャよね、はい、53、4かな、54って見た。ほら、一番ちっちゃいのが今何ミリ、53、53ですね、はい。とりあえず56は出とけ。え、いいですか今。あ、マジですか。さっき56出て。あ、そっかそっかそっか、何言ってん。あ、さっき50出ましたね。あれ、かなりいいメスやったぜ。横太いやつやったよ。そう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 、ね、ケツが太くて、ケツが太くていいメスやった、うん、魅力的な藤子ちゃんみたいな、藤子ちゃんってもうね、あまりにもでかいサナギとかになるとね、落ちたりするもんね、メスでも。ウカもできんで、それがなんか悔しいですよね。せっかくでかいのが出たのにそうやってなると、まあ、俺の腕不足で、それはまだまだ。あ、そうなんですか。やっぱ腕に関係するってことですか。いや、そう思っとかんと、あ、レベルアップできん。そっか、何でもかんでもね、人のせいにしたいかとかですね、うん、前の動画でも言ったけど、現状って自分のせいやけど、何事も。はい、もうどんなことでもですね、うん、いや、マジで現状の不満って自分のせいだよ、何事も。はい、あれ、いました。あ、わかったじゃないですか。すごい、髪についてる。うわ、うん、なんか見てしまった、見てしまった
そうだ、なんかこれが禁止だみたい。禁止全部に全部おる禁止。 あ、マジですか。わ、見てしまった。はい、うじゃ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 いた。うわ、ね、俺が絶対手袋する理由が分かった。あ、そういう意味ですね。だけん俺がゴミとか触るとき、はい、ようお前素手でできるねとか言おう。あ、言いますね。見てくださいよ。いや、いつかお前自分で気づくやろと思って。あ、今気づきました。もう俺はもう慣れてる。これ最後ですかね。うん、あ、開いた。このラインあんまメッセはでかくならない。あ、でもでかくないですか。じゃあ54やろ。また14か。マジ今日の MVP やね。チャンバラ禁止だに発見で。衝撃発射。うわーって言ってたもん。もうああいうなんかもうちっちゃいのが動くようになったのであんま好きないですよ。いや、好きなやつおらんめ。俺も長年やりようけど、さすがにやっぱ好かんもん。だから俺風呂入った後とか絶対ブリードルーム上がらんけどね。ああ、いや俺一回その容器拭きのやつかな、うん、あれやった入った後、うん、手にダニついてましたからね。あ、こんなとこいるみたいな。家までついてきてましたからね、あいつ。はい、はい、そんな感じで、はい、チャンバラのメス掘り出し見たいということで、はい、やってみましたけど。やってみました。どうでしたか。そうですね、まあ、次はもうちょっと大きいの見たいなって感じですね、うん、まあ、あれでもかなりでかいんですけど、うんうん、まあ、正木さんの話聞いたらまだ58なんか出るということを聞いてたんで、うんうん、57、はい、おるよ隣。あ、マジっすか、うん、あ、もうそれを早く剥き出したいなと思って。はい、全部剥き出してもいいけど、はい、お前が早く帰らないかんっていうオーラ叩き出すけん。え、じゃあ、え、叩き出してないじゃないですか。何ですかそれ。もうそれでやりましょうよ。俺はそんなこと一言も言ってないですよ。雰囲気も出してないじゃないですか。えって言おう。言う、そんな。まあ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 。はい。10頭ぐらい掘ったのかな。11かな。ああ、はい、11掘って、一番ちっちゃいのが53と。そうですね。で、ほとんど54アップで、一番でかいのが56。はい。でしたね。まあ56はあれ、はい、かなりいいメスやったと思う。ほうほうほう。もっと掘れば、いっぱいでかいの出てくると思うんですけど、はい、尺のことも考えて。そうですね、まあ、ここら辺にしまった。ここら辺にしとこうということで。そんな感じで次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。 Jack it up.